アンドレ・ガウバオンは、ブラジルの男性柔術家、総合格闘家。サンパウロ州出身。ムエタイカレッジ、チームのゲーラ所属。ブラジリアン柔術三段。性の表記に関しては、ガルバオン、ガウボンなどの移動がある。カイドウと呼ばれ、柔術中量級では、マルセロガッシャーと並ぶ、トップ選手であり、無差別級でも結果を残した。2004年。 世界柔術選手権のチャオビメジオ級と無差別級で優勝した。2005年3月に黒帯に昇格し、パンアメリカン柔術選手権、ブラジル柔術選手権、世界柔術選手権のメジオ級で3冠を達成する。2006年、世界柔術選手権では6年ぶりに復帰した2位のエルビスシェンブリを破って、決勝進出を果たすも、決勝では、 マルセロガッシアに敗れ2位に終わる。2007年3月、アブダビコンバットブラジル予選に出場、ミルトン・ビエーラ、ダニエル・モラエスを破り、ハイレベルな予選を突破する。5月の本大会ではマイナス77、キログラム未満級で3位に入賞、無差別級でもファブリシオ・ベウルム、アレッシャンドリ・カカレコという重量級選手を破り3位入賞を果たした。 8月のムンジアルでは、同門のルーカス・レイチと優勝を分け合っている。2008年4月のパンナムで1階級上げた、メーオペサード級と無差別級で2巻を飾る。5月に来日し出場したヒクソン・グレーシー、国際カップでも2巻を達成した。6月のムンジアルでは、階級別で優勝、無差別級では準決勝で、ホジャー・グレーシーに敗れ3位に入賞した。 2008年8月30日に総合格闘技デビュー、ジェレミア・メトカルフに一本勝ちし、初勝利を収めた。2009年4月5日、ドリーム初参戦となったドリーム8のウェルター級グランプリ1回戦で、ジョン・アレッシオと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。7月20日、ドリーム10のウェルター級グランプリ準決勝で、ジェイソン・ハイと対戦し、 1>, 1から2の判定負け。2010年3月26日、ストリックフォース初参戦となった、ストリックフォースチャレンジャーズ7で、ルーク・スチュアートと対戦し、2から1の判定勝ち。2011年9月、アドック2011の 88kg 未満級出場し、決勝戦で、ホジマール・バリアーレスを破り優勝。無差別級にも出場し、 決勝戦で 88kg 未満級の準決勝と同じ対戦カードとなったパブロポポビッチを破り2冠を達成した。2013年10月アドック2013のスーパーファイト王座決定戦でブラウリオエスティマと対戦しリアネーキドチョークで一本勝ちを収め王座獲得に成功した。 2015年8月、アドック2015のスーパーファイト選手権試合でホベルトサイボーグと対戦し、ポイント価値を収め初防衛に成功した。ありがとうございます。